テレ朝動画。これちゃいます。聞いてきた。バスに乗らないといけなくてすいません。お腹すきました。すごい事態になってきましたよ。もうちょっとクローズアップで、もっとカオスあげるから。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあ本日のゲストご紹介お願いします。はい、はいはい、今日は都内じゃないんですが、やっと来てくれました、テナさんです。はい、よろしくお願いします。テナさんです。はい、やる気満々です。第三世代は頭脳と言われております、長津英二です。いや、頭脳ですか、いつの間に頭脳いつの間に。はい、そして、ちょっとお手洗いから遅れてやってきました、小島さんです。いっちゃうの、バカロバカラ。こっちがな、なんかやってよ、なんかやってよ。最後なんですか。はい、今日ここはですね、はい、ちょっと遠くまで来ました。はい、そうですね、群馬県の伊勢崎市でございます。伊勢崎市ですか。はい、伊勢崎町駅の前に。伊勢崎の駅でございます。駅ですね。はい、今日はですね、はい、第三世代の4人が揃ったということで、はい、ちょっと今日はですね、温泉まで旅行に行こうかと。ああ、思っております。都内旅行に行くんだったら、こんな午前中から来ることもない。何かあるんですか。あ、考えいいですね、今日は。当たり前じゃないですか、もう長いこと MC やってるんですから。今日はですね、あの群馬県のですね、伊香保温泉を今まで行きたいなと。でですね、ただ普通に行っても仕方がないので。そうですよね。はい、はい、本日はですね、チームに分かれてですね、はい、路線バスのみを使って、路線バス、はい、伊香保温泉まで行きたい。これ2時間に1本とかそんなやつ。大丈夫ですか。もちろんそうです。なんでその辺もちょっとやっぱりあの皆さん頭を使ってですね、どう行けば最初に伊香保温泉まで行けば。すごい苦手、そういうのすごい苦手。もう2つに分かれてやる、はい、チームがですね、中西前山チーム。おあーということは長谷さん、小島さんチーム。あ、関西関東の18時、夕方の6時ですね。おっ、あと7時間ぐらい。はい、全然時間的には余裕あると思います。伊香保温泉の、松月堂というですね、松月堂、日本の温泉まんじゅうの発祥の地と言われる。あ、温泉まんじゅう、まんじゅうはそこから生まれたというですね、お店があるんですよ。なるほど。そこに18時までにつければなと。おで、どちらが早く着くかというのをですね、勝負したいなと。おただ、ね、何があるんですか。それだけでは普通に行ってしまっては番組としては面白くないよ。ちょっとついちゃう。今からですね、5枚、あの写真をですね、インスタグラムに上げていただいて、中西さんのインスタグラム、永田さんのインスタグラムに写真を上げていただいて、小島さんのインスタグラム、やったことない。ガラケーだ、ガラケーだ、やったことない、やったことないガラケー、やってます、やってます。いいねの数もちょっと参考にしたいなと思っております。なんで別に早く着いたからといって勝ちではありません。いいねの数も、最終的にはあの合算させてみたいなと思っておりますんで、ラーメンの写真、ラーメンいいね、スイーツの写真いいね、スイーツいいね、お肉の写真お肉お肉、はい、であと2つはあの自由です。自由いいね。じゃあこの時点からスタートさせていただきます。ごめん、よーいスタート。すごい苦手。じゃあ行きましょう。こうやら、そうやら。伊香保どこにあるの。伊香保っていう字が分からへん。どんな字だった。伊香保って伊東の入り屋の香保る、香るでしょ。あ、ここ伊勢崎町から、あれ、あ、じゃあこれに調べていいんだ。ぐれぐれ離れてるんです。あ、携帯が LG なんですよ。あ、ダメだ、ネットは NG。 あ、それダメ。今ヒントはもう地図と、あ、地図だけだ、あと人に聞く2つだけ。あ、本当ですか。はい、めんどくせえ。この便利な世の中に。石井さん、とにかく前橋まで行きゃいいのかな。ほんなら前橋行ったら、前橋やったら、まあ、都会やからなんか取れる絵も、うん、ラーメンの美味しい店あるかもしれないですね。とりあえずほんな前橋まで行きましょうか。前橋、ね、はい、はい、前橋に行くのどれやろ。全体あ、ここにインフォメーションあるはずですよ。
前橋行き、あれパスのあれが持ってないな、インフォメーション。前橋行きどれ飲んでるの？ない。前橋、あれこれは本庄駅。本庄駅、前橋行くのこれやろ。あれこっちが、この本庄前橋、そっちじゃねえか。そっちなの？なんと答えろ。前橋行くには電車の方が、電車乗れねえか。いや、電車はね、乗れないなんですよ。あれこれすげえ無料って書いてあるよ。ただのバスなのこれ。いや、無料。あ、コミュニティバスだ。え、コミュニティバス。あれこれ。じゃあ金かかんないんだこれ。ただで行けんの？シャトルバスは無料ですか？あ、そうですか。え、すごい。伊香保に行きたいんですけど、行き方が分かりません。シャトルバスだけで。はい。シャトルバスだけで。バスだけで。最終的には。はい、温泉は遠いんですか？かなり遠いです。マジですか？そんな近くないですか？ええー、そうなんだ。電車だったら前橋出て、はい、前橋から、前橋からあれか。要は前橋に行くってことですね、最初に。そうです。お、ヒント。ヒント見つかった。前橋。前橋。ここは。ただシャトルバスで行こうっていうことは、ちょっとだけっていうのは無理ですね。あ。行くんだったら、オートレース場方面、はい、行って。オートレースはね、市民市民病院の方、そこからバスを捕まえるのが容易じゃないですか。市民病院の方、市民病院。それから東西シャトルバスっていうのが11分っていうのがちょうどあるんですよ。おう、これ乗れば、はい、ここ。じゃあまずこれ行きましょうか。これ何番？な、3番車で。ここで待ってる。あ、ここですか。はいはい。バスのところに3番って書いてついてるんで、それに乗ってくださいって言うだけだから。あ、なるほど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。すごいいい方に出会ってよかった。じゃあ何乗るんですか今？3番です。東西シャトルバス。シャトルバス。あと7分後です。はい。お。うまいったな。誰かあれバスも見ちゃうのかな。バス。前橋に行きたいんですけど、バス乗ればいいですか。前橋はね、ここに来るバスが県立女子大だから大学経由で、多分高崎駅には行くと思うんですよ。高崎か。高崎もでかい駅やから。でも高崎やったらちょっとずれるかな。どこまで行くんですか。いや、結局は伊香保まで行きたいんですけど。だったら高崎から渋川出てますけど。ああ。うん、ここから大学にあれです、前橋まで行くのはないんですか。前橋まで直に行くのは多分ないないですね。ほな高崎にするか、しゃあないもんな。こだわりすぎてもしょうがない。そうですね。伊香保の近くまで。伊香保まで行ければいいからか。高崎からだと渋川行きが出てるんで、はい、ああ、うん、なんか渋川の駅で降りれば伊香保まで行けますよ。だからとりあえず高崎行きましょう。高崎行きましょう。じゃあ前県立女子大に行けば、経由だか、それとも一回降りてから高崎行くかちょっと分かんないんですけども、高崎には行くと思います。行ける、分かりました。はい、ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。よし。行きたいところありますか？県立女子大ですね。はい。何分？1時間以上ある。1時間以上？いや、もうそのレベルじゃないです。もっと少ないです。これもあかんな。全然、これでもない。今、11時やん。病院からオートレース場までは結構、歩いたら結構あります。15分ぐらい。15分ぐらい。15分だったら歩けるな。ちょっと30分歩くっていうのは意外ともう、歩った方がいいですよ。腰が。途中オートレース場まであるって、それからまたバスで、うん、やっぱ前橋駅。あ、まあなるほど。前橋駅までが要は一番最初の目標ですね。そうです、目標が前橋駅で、前橋駅から今度は渋川方面。あ、前橋駅から渋川方面。さっきのロケバス行けばいいのに。そこで普通に温泉入ってそこからってやればいい。そこからあと3分で来るね。あとそこから伊香保。時間あるから。時間あるから近くで探す可能性もね。からこれちょっと見ますか。じゃあ美味しいなんか探すか。なんかあれかな。ちょっと待ってください。
かもう1時間こうやってボケっとちょっと待つか。いやそれはもうそんな無茶できないですよ。え、そんな無茶できないですよ。だからこっち駅もこっち側だけど向こう側があんねんから、向こう側行ってなんか店あるかもしれないからちょっと見に行きますよ。あ、じゃあ向こう側見に行きましょうか。はい、ヒットなんしてないですよ。向こうは MC ですよ。電話しない。あれ、あれかな、コンビニで。あ、いや、そうなんですね。いや、電車がいいな。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、はい、お世話になりました。ありがとうございます。はい。殺風景やな、殺風景。ほんまや、逆と変わらへん、あんまり変わらんしかないよ。ここでとりあえず40分まで待つ。難しいやつ、親切なおじさんがいたから。いや、すごい、あの人はね、親切おじちゃんですよ、名前が。名前決めたっす。すごいマニアックだったね。親切おじちゃん。何でもしてましたね。親切おじちゃんのとの出会いが僕たちを救ってくれた。親切おじちゃん。マスなら風景撮っとこう。あ、もう一枚の写真決まりました。今ので、はい、とりあえず伊勢崎で撮ります、うん、はい、じゃあとりあえず写真撮りましょう。40分やから構成は考えてください。構成は俺撮るか、なんかちょシャツ脱いでバーッと撮るとか。俺撮るとおりよ。いや、2人写らない。2人撮るの。いや、あの伊勢崎駅。はい、チーズ。なあ、まあ、これでいいですね。ツーショットってないもんね。そうですね、はい。一応、はい。